ところがですね、その途端、ある一つの、えー、思い出が俺の中でムクムクっと頭を持たげたんです。その思い出っていうのはどういう思い出かというと沖縄にいた頃にちょいちょい俺の,あの話の中で出てくると思うんですけどねあの沖縄にいた頃に俺はあのカブスカートっていうのをやってましたまあボイスカートのジュニア版ですね。でボイスカートっていうのは小学校の5年生から。 なので、えー、それ以下はカカブスカートになるわけですあの青い制服でねそれでそのカブスカートに誘ってくれたのも、まあ、同じ小学校の友達っていうか、まあ、先輩一つなんで先輩だったんですけどそれでそれやることになったんだけどもなんかねそれ初めてやることでしょ何かロープのロープをなんか鉄棒にこうぐるんと巻きつけてこう縛ってみたりとか。 何をやっとるんだこれはとなんかね変な変ところりんな歌を歌ったりとかねそんなような感じだったんですよで毎週毎週、えー、土曜日ですね土曜日のあの頃はほら小学校みんな半ドンだったので半ンドンって言葉は何十年かぶりに使いましたね半ンドンで最近は聞かないですね半ンドンねそうなんでねそれでえー その学校から帰ってきてお昼ご飯を食べたら出ていくその制服を着て出ていくっていう感じだったんですね。でそのそんなことを毎週毎週やっててもう夏になって暑い頃にですね、えー、そのボーイスカートカブスカートが一つになって一台のバスに乗って、えー、あるすごくその風景のいい海岸に 海水浴に行くっていうことになります。これがその海水浴といっても、うーん、海、うーん何したいいのかな。一応研修旅行というような <laughs> 名目の海水浴だったんですね。大型バスに1台にね、未だに覚えてますよ。あのー、アメリカ製のバスでね。うん。ちょっとこうハーフのこう2階建てみたいになってて、そんなようなバスに乗ってですね。 ちょっと離れたところへ行ったんですね。で、みんなで遊んでました。そこで俺、生まれて初めて見るものに出会います。それは何かっていうと、エアマット。うん。でっかい。ね、分かるでしょ、エアマットね。俺、生まれて初めて見たの、そんなもの。なんだこれと思って。えでかっこれでどうやって遊ぶんだろうと思ったら、その上に子供が4人乗っても5人乗っても沈まない。 これは面白いんですよ。もう海は完全ななで、もうどこまでもこうエメラルドグリーンの続く遠浅の海。もう最高ですよね。そこで僕たちは何をしたかというと、みんなで仲のいい友達同じぐらいのね、その年代の同じ学校の子たちでもって固まりますわ、どうしても。で、エアマットにみんなでうわーって乗っかって、 で、こう、仮面ライダーごックやったりとかですね。その上で、突き落としたり、突き落とされたり。でそのうちに、突き落とされたやつは、どれだけなんか派手な、こう、アクションで、ウェーッとおお落ちることができるかみたいな、おーみたいな、そんなようなことをやりだしたんですね。それで、えー、自分たちが何回も何回も、もう本当に遠浅なので、その、当時のその、小学校4年生の我々にしても、胸まであるかないか。 ぐらいの深さですよだ今考えてみりゃ、ね、我々の,その腰ぐらいまでの感じかなもうちょっとかなそれで、えー、いろんなその友達と同じようなことをやってるうちにいよいよあのー、俺が突き落とされる番が来ましたで今までみたいにうわと落もうおちゃらけてうわと落っこちたところがですねその瞬間 心臓が止まりそうになりました、これ。何かっていうと、足がつかないんです。俺、恥ずかしながら、およりが満足にできなかったんですね。それで、ブク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 ,ボクって足から沈んでいきます。で、足から沈んでって、でもね、今考えてみたら、おそらくこんなもんなんですね、深さ。だけど、当時の方、俺ちっちゃかったんで、で、ブクブクブク,クって沈んじゃう。それで、 えー、海底の砂を蹴ってまたプーっと浮いてきては海面からあっとポコっと顔を出してパクッとこう鯉みたいに息を吸ってまた沈んでいくでまた海底を蹴ってまた浮いてきて息をし一呼吸してまた沈んでいくこれを繰り返してるわけですするとそこそこの勢いで海底をこの砂をポーンと蹴るので ポコッと頭この辺まで出るんですね。こう。こうした時に <coughs>。その時に、その友達連中がみんな、何してる <laughs> みんな笑ってるわけですよ。マットの上で。何,何してる泳げ,泳げ、泳げ、泳げ、泳げって言ってるわけ。でも、本当にこっちをふざけてるんじゃなくて、本当に溺れてるわけなんだ。ところが、うわ、ダメだ。だんだんその足も疲れてくる。もう、 そうどんどんジャンプしていく,にいくうちにどんどん起き出ていくわけです少しずつ少しずつするとさっきよりも次の回が深いんですでこの時蹴った時よりも次の回が深いんですでとうとうもう本当にそのポンと蹴っても水面に出るのがやっとぐらいになった時に生まれて初めて小学校4年生にして俺はあ俺死ぬのかもと思いました その瞬間ですね、どっから飛んだか、ザバーと大人の人が飛び込んでくれて、俺の顎に、この肘の部分をガーッとかけて、で、そのまんま岸まで、こう、連れてってくれたんです。で大丈夫か大丈夫です、大丈夫っす水飲んでないかって。大して飲んでなかったんですね。でもちょっと、ちょっとこう、ぶらっとこう、上がってきて、で、海水ちょっと吐いて。 もう子供ですよね。その後普通に遊べるわけだから、すごいよい <laughs> 考えたらね、普通に遊べるんだから、その後ね。ほれで、そんなことがあった。それを思い出したんです。それで、あれ、あん時に一緒に行ったのって、親の息子のてっちゃんも一緒だったんだよな。 聞いてみるか、とこう思いました。で、なんでそんなことができるかというと、初めてその、え読谷村に行く、そのご縁ができたのに、読谷村から迎えに来てくれました、ペイチン。で、その時に、ファンキーさん、そういえば、あれですよね、久米に住んでたんですよね。とそうそうそう、久米クメってさ、なんかこの辺だよねって言ったら、そうなんですよ、とこの辺なんで、ちょっと行ってみませんって。おー、行きたい行きたい行きたい ということで、その元俺が住んでた建物っていうのを訪ねたっていう経緯があります。で、その時にそのまあ大家さんっていうのは前から話している通り、1階がスーパーで、で、2階が大家さん家族、で、3階に我々、1軒だけ我々が住んでたので、その2階に <laughs> 住んでたはずなので、その訪ねました。そしたら、そこには大家さんの親戚という人が住んでて、で、その人が、あ 今ですね、あの、もともとのこのオーナーだったあのご夫婦は、この向かい側に住んでるんですって。道を挟んで向かい側に綺麗な建物が建ってて、ここにいるんですよ。ってあ、そうなんですか。わかりました。ありがとうございました。って言って、そこへ行ってみました。俺が。そしたら、なんとその、あの、おふくろさんが覚えててくれてですね、あ、東京から来た人だよね。だから、お母さん、具悪くなって北海道に戻るって言って、 あ覚えてましたかって、いや、そうなんですよって、実はもう何十年かぶりにちょっと沖縄へっていう話をして、てっちゃんはって言ったら、あっ、今あの、うちの息子はね、実はどこどこの会社に勤めてて、あそうなんですね、もしよかったらなんだけど、携帯番号を教えてもらえないだろうかって言って、携帯番号を聞いて、その後から僕、電話を入れてるわけですね。それで、てっちゃん、わかるわかるわけねえか。 っって言って言いや実はね俺、あのー、上に住んでた正美なんだけど「はい久しぶりだねええー、んでなんでね今なんで今僕の電話番号分かったわけっていや実はこれこれこういうわけで」っていうことで、えーまあ、番号帳で、まあまあ、交換みたいな形になりますわねそれで、えー、その場から俺はそのてっちゃんに電話を入れましたそれで うん。ちっちゃいごめんね。今仕事中。とおう、大丈夫だよ。なかあった。いや、実はさ、あのー、俺沖縄に、ほら、そっちに住んでた時に、カブスカートをやってただろ。あ、<laughs> やってたね。懐かしいね。その時に、みんなで、あの、バスに乗って、海行ったことあったよね。覚えてるかな海、お覚えてる、覚えてる、覚えてるよ。あの海って、 どこえっどこってどういうことって言うから「いやあのバスで長か,からわざわざバスで行って、まあ、そこそこの距離走ったような気がするんだけどもあれってどこだったのかな?」こう聞いたら「ああれは読みたんだよ」ってあ,あそう。 よ見たんなんだね。そうか。なるほどね。いや、分かった分かった。あの、また電話するわ。まあ、一旦それで切りました。それで今度は、えー、うちのいとこに、それをちょっと確認したいことができました。親父さんに、どこで、その小僧おじさんが亡くなったのか、戦争で。 ちょっと聞いてくれんかな,なあ分かったちょっと聞いとくわそういう連絡あのそういう返事があってその日の晩だったかな,なんかに文字の電話を入れるということで約束して電話を聞きましたでその日の夜またそのいとこのとこに電話を入れたんですねああの詳しくはわからないんだけどもうーチューブだね読谷村読谷村,読谷村っていうのかなだったみたいだよ やっぱり。やっぱりっていうのは、いやいやいや、あの、うん。分かった分かった。うん。ありがとうね。そこで、俺はもう一度、その、友達だったてっちゃんのとこに、親の息子のねて、てっちゃんのとこに電話を入れました。てっちゃん、あんとに俺、俺あのー、まあ、エアマットでみんなと遊んでて。で、俺が、ざぶんと落ちる段になって、 俺、溺れたことはあったでしょ <laughs> 俺ね、あの日のことはよく覚えてるんだよ。ね、よく覚えてるんだけど、その溺れたっていうのをまだ言ってるわけえ <laughs> まだまだ言ってるってどういうことよ <laughs> って言ったら、あんたでもそう言ってたよね。溺れて、で、その大人の人が助けてくれたって。いや、だから俺、それを聞こうと思ったんだよ。あの、飛び込んでくれた大人の人っていうのは、あの時一緒に行った、 ボーイスカートの引率の大人の人だったわけってこう聞いたの。そしたら、あ、はあ、あの時もそう言ってたけども、俺あの時にも同じことを答えたんですよ。まっちゃんはあの時自分で泳いで行ったんだよ。自分で今までふかふか浮いたり沈んだりしてて、おいおいおい、これなんか本当に溺れてるかもしれないなって友達と 言い始めた時に突然ぷかっと言いて背負いよりみたいな状態でこう仰向けになって岸までノミュージまでチャプ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 って一人で戻っていったんだよ大人の人なんでどこにもいなかったさうーん そうなんだ。うん、ったありがとう。ありがとう。ありがとう。電話を切りました。全てのこう点だったものが線でこう。チュ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 とこう繋がってった。感じですね。だから本当に俺を助けてくれたのが。叔父だったんだなということですね。これはあのずいぶん前からこの話をしてますけども。もうね。もうそれが。 から自分の中での,、うん、その沖縄というものに対しての考え方っていうのがまたそのより一層別の意味で深まったっていう部分もありますしね、うん、やっぱり、うん、そのご縁っていうのかなそういったものっていうのはつな、うん、がるべくしてつながる紡がれるべくして紡がれるんだなという。 ことを、ね、強く感じました、ね、うんだからやっぱりまあ本当の意味でね本当の意味でこう俺にとっての第二のふるさとですよ沖縄はね。